バルター・アルトゥール・アレクサンダー・アンダーソンは、ミンスク出身の民族学者。タルト大学のエストニア民族学、比較民族学部の初代教授であり、ドイツの2大学でも教授を務めた。ラテン文字表記では、表記揺れがあり、一例として、エストニア大統領公式サイトでは、バルター・アーチャー・アレクサンダー・アンダーソンと表記されている。1885年10月10日、 バルター・アンダーソンはミンスクで生まれた。1894年、父、ニコライ・アンダーソンが、火山大学のフィングモルゴ派の教授となり、一家は火山に移り住んだ。バルターは、火山大学、サンクトペテルブルク大学で学び、1912年に火山大学の志向師になった。また、1916年には、博士号を取得した。火山大学では、 西欧文学とイタリア語の講義を担当していたバルターは1918年に教授となったが、ロシア内戦が原因で教授として働くことができず、ミンスクでグラマースクールの講師をしていた。タルト大学は1918年までロシア帝国の大学だったが、1919年にエストニア語で講義を行うエストニア共和国の大学として開校した。この エストニア文化の発展と研究を目的として、講義科目が追加されたが、講師が不足したため国外から研究者が招聘された。バルター・アンダーソンはその中の一人であり、新設されたエストニア民族学、比較民族学部の初代教授に就任することになった。当時、エストニア民族学はすでにタルトゥを中心に民間レベルで研究され始めていたものの、 学術的な研究が始められたのはこの学部が設立されてからだった。バルト諸国占領が始まった1939年、バルトドイツ人はエストニアを離れることになり、バルターやその兄でタルトゥ大学助教授のビルヘルム・アンダーソンもドイツへ向かうことになった。以前から体調を崩していた兄ビルヘルムは1940年3月にポーランドのメーゼリッツ、 今でユールブ試県ミエンズイジェチの病院で死去したが、バルターはドイツに到着して、同年に、ケーニヒソベルク大学の教授に就任した。1945年、ケーニヒソベルクの戦いにより、市街地のほとんどが破壊され、バルター自身も、蔵書をすべて失った。同年、彼は、キール大学の教授に就任した。また、1950年には渡米して、 インディアナ大学ブルーミントン校の教授スティス、トンプソンの下で数ヶ月間客員研究員として滞在した。1953年にキール大学を退職した。彼は名誉教授となったが、1962年8月23日にキールで死去した。バルター・アンダーソンは19世紀末にフィンランドのユリウス・クローン。 カール・レ・クローンらによって成立したチリイコール歴史的方法論に貢献した学者の一人として知られている。民族学ではこの他に民間説話の自己共生の法則なども重要な業績として挙げられている。彼はまた貨幣学の研究もしていた。彼のチリイコール歴史的方法論を用いた研究はカール・レ・クローンからは諸小資料を有効活用していると高評価だったが、 その一方でこの方法論に否定的な学者からは批判もあり、ロシアの AI ニキホロフは彼が作成した伝承の系統時を不適切な類型論だと主張した。1938年、タルト大学での教授としての働きが評価され、オーダー・オブ・ザ・ホワイト・スター3等級を授与された。これは1936年にエストニア独立戦争を記念して作られたばかりの 勲章であり、エストニア国民、地方政府、外国人に対して、エストニアへの貢献を称えて授与されるものだった。アンダーソンは語学に堪能で40以上の言語を使用できたといい、例としてタルト大学では1922年秋からは、エストニア語で講義をしていた。キール大学を退職した1953年から、スペインの民族学者、 ホ安ン・アマデスと手紙のやり取りをしていた。アンダーソンは1950年のアマデスの著作を読み、自身が研究対象にしているザスリー・オレンジという民間説話がカタルーニア州にも2種類存在することを知り、アマデスに最初の手紙を送った。二人の文通は1953年1月18日からアマデスが亡くなる直前の1958年12月8日まで。 続き、手紙26通と、はがき5枚が残っている。アンダーソンの手紙はフランス語で書かれており、節に分けて、番号を振ったり重要な部分に下線を引いたりと、整理されていた。また、民族学の理論や方法論、興味のある出版物などを論じており、ほぼ独学で民族学を学んだアマデスに対する教師のように振る舞っていた。一方、アマデスは、 自身が研究した地元カタルーニャ州の民間伝承や同じ州の民族学者が出版した説話の情報などを手紙に記載した。1954年から二人はカタルーニャ州の民間伝承を本にまとめようと作業を進めていたが、1959年にアマデスが死去し、後を引き継ごうとしていたアンダーソンも三年後に亡くなり、二人の計画は未完のまま終わった。父 兄、弟も学者として功績を残している。ありがとうございます。